はい、今回買ったレトロゲームは4本です。まずはこれ、スパイ&スパイ。これ続編が南国シリーズってやつがあるんですけどね、高いから持ってないです。 VS コンピューター、 VS プレイヤー、2人で2人で戦えれるのかな。レベルも選べる。これ何なんだろうな、これ。あ、いた。アクションゲームなのか、アドベンチャーっぽいけどね。ほら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 らら、あ、死んだ死んだ笑ってる笑ってる、ケンケンみたいな笑い方。いまいちによくわからないゲームなんですけど、ナイフ持ってる。あ、いた。倒した倒したぞ、ね、アドベンチャーっぽいね、アクションっぽいね。死んだ。変わったゲームです。このゲーム結構有名なんじゃないかな、ブンさんも知ってたしね、子供の頃。なんでかかな、売れたのかな。続いてこれ、10ヤードファイト。この形は言わずと知れたアイレムさんです。10ヤードファイト、アメフトなのかな、ちょっとよくわかんないんですけどね。なんか全部がね、これ一緒に動くんですよ、これ。コントローラー、これ一緒に、全部一緒。9人をね、一緒に動かすの。取られた。審判来た。はい。投げた、逃げろ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 、捕まった。これね、アメフトのルール知らないとよくわからないけど。はい、こんなゲームです。あと10ヤード。はい。はい、続きまして。はい、こいつ。はい、タッグチームプロレスリング。13番。ナムコナンバー13。こんな時代結構プロレスゲーム出たけどね。まあ、ワールドプロレスリングってテレビ番組がちょっと有名やったから、人気やったのかな。プロレスブームまでもあったのかな、あの時代は。これ、長州あれか。長州力か。おい、あ、場外戻った。なんかコントロール効かないんですけど。あれ、コントロールが効かないんですけど。やべ、これはちょっとこのゲームの互換性の問題か。はい、コントロール効かない。はい、続きましてこいつ。はい、コナミのパロディウスだ。うん、はい、これはね、グラディウスのシューティングゲームをベースにした、コナミの人気キャラクターをね、使ったね、シューティングゲームです。ツインビでいこうかな。はい、これはパワーアップ、こっちでスタート。さあ行くよ。スピード、ロケット、ミサイルじゃないよね、グラディウスミサイルなんやけど。ここでからも来んのか。あ、鈴かよ、ツインビーや、ベルか、鈴じゃなくて。オプション、あ、消えた、ベル消えた。と、スピード遅いからちょっと上げるか。オプションがツインビーの機体の分身みたいな。
ちょっと海賊船出た時の BGM がグーニーズにちょこっと似てたね。何これ、もう当たっていいの、味方やもんね。何これ、あ、ボタン押してしまった。大丈夫か。うわ、あった、うわ、何、当たらへんやん。ここはグーニーズの海賊船。これなんか変な動き、当たりにくい、弾数が少ない。よし、なんか何、でかくなった、でかくなった。何これ、弾撃てない、弾撃てない。ああ、何これ、当たっていいの、何これ、おい、何ルーレットって。はい、これ減るの、減るの、わあ、なくなった、一滴はだけか。なんかパンチ打ってるやん、これ。猫か、頭か。これボスか。倒した。あ、変わった。これは攻撃効いてんのかな。これ効いてんのか。家とかじゃないよね。聞いてる？聞いてんのか？ん？倒した？サメ。あ、これをボスか。へそ？敵効かないよ。へそか。倒したのか？よし。二面。これやってみようか。やっぱオプションが欲しいな、やっぱり。ベルが取りにくい横やから、なんか。レールガンってなんだ？オプション、よし。お、なんかボス的なものが。何、あの十字架。
数が多すぎて、自分の玉数が多すぎてベルの色を合わせられない。あら、消えた、オプション消えた。マジやばい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 。おお、やばい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 。うわー、やばいやばいやばい。何、後ろ、あ、前後、レールガンというのは前後、あ、前後ってことか。あ、なんだね、なんか速いぞ、動きが。ちょっとスピードが欲しい、スピードが欲しい。よしよしよし。何？止まった？ボス？後ろ？あ、よかった、後ろ。よかった、後ろ。あ、でも当たらない。当たらない。何これ？難しい。何これ？やばいやばい。死んだよ。弾来てたし、した。ちょっと、オプション欲しいな。スピードだけ、後ろ撃てないから。来い来い来い。どうやって撃つの？何これ、こう顔やろ多分。どうやって攻撃するの、顔なんて。中入らなきゃダメ。うわー、くそ、終わった。はい、どうでしたか、欲しいものありましたか。文さんのね、激安購入価格はコメント欄に書いてますんでね、文さんより安く買いたい人はすごいですよ。興味ある方はね、文さんの価格を参考にね、激安商品ね、探してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ほな、さよなら。